60歳で商社マンを辞めサラリーマン生活をすっぱりと辞めてこのアジア教育友好協会アイファを立ち上げましたまあ私の人生は新しい人生を踏み出して今や当本清掃奔走熟年です肉体的にもやる気もねまだ青年だと思ってるんですがちょっとここは <laughs> <laughs> 薄くなりましたけれども アジアの山奥で、主として山岳の少数民族のために学校建設をしてきています。そして建設後、今度は日本の子どもたちと国際交流をやってきました。これが作り上げた学校の一例です。合計150校。 まあそれなりの活動をししてきましたねでもそもそもなんで私が山岳少数民族というものに目を向けたかっていうのをお話したいと思います。それを端的に見せるのがこの写真です。45年前、パプアニュージギニアがまだ独立前夜、私は市場調査のために、パプアニュージギニアに行きました。そこでこういうね、山岳少数民族に出会ったんですね。私はすごく親近感を覚えました。 でもちょっと私自身が若かったから目のやり場に実は困ったんですけどねではなぜこんなことをやろうと思ったかというのの背景を3つ説明したいと思いますなぜボランティア活動をやろうと思ったかの原点は私が5歳の時に受けた地震のショックです私がまだ5歳の時福井の大地震が起きてうちの町が震源地だったんですね すぐ上の兄と二人家の中にいたら突然ぐしゃーっと潰れて私たちは家の下敷きになりましたでも奇跡的に助かったんですねで高校時代中,中学校時代まさに多情多感な時兄貴と約束しました俺たちが助かったのは神様が何かしろっていう使命を下さったのに違いないと将来人のためになる人間だろうなと何度も誓い合いましたそして兄貴は医者になったんですね 私はママンン悪徳消費者マンじゃないでしょ <laughs> 一生懸命真面目な商社マンだけど直接人のためになってるっていう自信がなかっただからいつかやりたいなっていう気持ちはずっと思ったんですねこれが潜在的な私の動機です3800人死にました我が家の近くまで火は燃え広がりましたでも助かったんですね第二番目はなぜかというと私は両親が先生だし先生だったし 一番上の兄貴は姉も先生だったんですね。だから教育に関心がありました。それからたまたまですが、私の息子たち担任が小学校時代いじめになったんですね。何か私自身も教育のためにできないかなっていう気持ちがあった。これが二つ目の理由ですね。で、三つ目は、実は17年前、妻が亡くなりました。四年間の看病なんていうのか闘病の後、亡くなったんですね。がんだったんです。 私56歳の時ですねであのその時に私は実は乳がんを発,あの発症した時実は私には海外支配人の事例が出たんですねだけども私はそれをね妻にも家族にも一切言わずに断ってね看病生活を続けたんですしかしその妻が亡くなったそれこそ私は落ち込みましたよで落ち込んだ時に「そうだそれだっただよし息子たちが自立して社会人になったら」 兄貴と約束した世のため人のためになろうこれがもう一つのね60歳で 1, 1歳のサラリーマン生活をやめて俺を始めた理由でありますそれから2004年6月私は自分の家を事務所にしてアジア教育融和協会を立ち上げましたそれを立ち上げたらね1年365日毎日忙しくて忙しくてね 猛烈サラリーマンが猛烈 NPO マンになりました。<laughs> しかし私としてはね、自分で行かないきゃいけない。自分でね、現地を調べ、本当のニーズを調べよう。それから、支援してくださる人たちに対する結果責任を負わなきゃいけない。だから自分で私は山の中に行ったんですね。行った回数、もう影谷出張中72回。 訪れた村の数はおそらく400を超えています。ね一1所に2度も3度も行ってますから、おそらく800から1,000回ぐらい行ってるってことですね、村に。行く村の土地はこんなもんだんですよ。あるいは、行ってもどうしようもなくて、行ったみんなと一緒にスコップで道路を整理する。ね浮きに行くとね、ね田園地帯は見る限りなく、え、何キロも続く水の道です。 ね村の人と話して、ね、酒飲みすぎて、ね、もうう村長さんが「お前本気だなお前はもう俺目覚めた目よそ見んだ」って言ってくれたこともあります食べさせられたのはこんな素晴らしいおいしい <laughs> ねヘビも食べましたよハチの子も食べましたよ、ね、そういう中でたどり着いた村はどうなんでしょうかまさに桃源郷ですねいっ ととした時間が流れれててていい平和にますでも一方において極端なる、ね、貧困と無知があるんですね。見てください。あんなじ居酒屋がたば吸ってるんですよね。あるいは村の人8割9割が一切文字が書けない。あるいは15歳でもう子供を持ってました。水道もガスも電気もなく。ね。 ちょっとした病気で子供は死んじゃいます。では、どんな学校があったんでしょうか。村の人たちが作ったこういう学校、これは大きくいい方です。こういう、まさに壁もなく仕切りもない、こういう学校でみんな勉強してるんです。あるいはこんな小さな学校で、必死になって勉強してるんです。彫刻の一本に先に集まる子供たちの視線って大したもんです。本当に勉強したいという気持ちが溢れてました。 でも部屋が足りなくて床下で勉強しているあるいはついに学校が壊れてしまって竹山の竹山学校で勉強しているこういった子がたくさんいましたでもですね子供たちの瞳って素晴らしいんですね素晴らしい笑顔瞳から放射される命のなんか輝きっていうのは私は圧倒されましたこの子たちを助けたいと同時にねこの子たちの 素晴らししいいいのの輝きを日本の子たたたちに伝えたいとそう思いましたじゃあ一体どうしたら私は、ね、心のこもった長続きをする建設プロジェクトにできるのかと思って考えたのが3層です。学校を建設し村人が参加することによって育て見守り出来上がった後今度は日本の子どもたちと国際交流をさせるとこういう考え方で始めました。 だから最初に村に行くと、私は村の人たちと話し合います。村人仲介です。最初の頃は当時にしか出てこなかったんですね。でもお父さんではだめなんです。子供のことを本当に思うのは女性なんですよね。女性と話し合いまして、一体どうすれば理念が出来上がるか。こうして出来上がったのが、パッション、アクション、ドネーションなんですね。まず子供たちのために何とかしたいっていうパッションがあるんですか、情熱があるんですかということを話し合います。 そしたらやりほしいじゃああなたたち何するんですか黙って手出すだけじゃダメですよ自分たちは山から木を取ってくる川から砂取ってくる砂利取ってくる自分たちは手伝うってこういう話をするわけですねオラガ村のオの学校なんです子供たちはお父さんお母さん村の人たちが手伝うのを見てね自分たちをの学校を大切にしますね アルムラで小学校を作った時にこの小学校をよっしゃよっしゃって村の人400人でえっせえっせって担いで隣にしてこれを中学校に使いました、ね、で3年後今度はこれをさらに横へ受けてこれを高等学校にしてこういうに中学校を作りましたそして去年はついに高等学校を作りましたね十10年かかりましたけど小中高の一貫高校校舎っていうのをね単に何て言うんですかな、ね 校舎だけ作ったんではね、ダメなんですよね。やっぱり、仏作って魂入れずじゃいけないと。そういう見守り、育ち、見守るってことをやって、私たちの学校の卒業生を、批判学校をやって、先生にしましたこ、ね。彼たちは自分たちの村へ戻って先生になりました。自分たちの村の言葉しか喋れない子供たちにとって、村の先生ができるって大変なことなんですね。こうして私たちは、要するに、建設の一つのモデルを作ったんですね。 さて、問題は国際交流です。国際交流は日本の子どもたちと、日本の小学校と姉妹提携を結んで、日本の子どもたちの手紙とか作品とかを届けます。そして、その様子を学校へ行って出前授業をしたりします。出前授業の回数はもうこれまで600回を超えました。ねえ、そうすると子どもたちに伝えることは何でしょうか。子供たち アジアの山奥の子供たちの生きるたくましさですね。必死になって友達を大事にし、親を大切にし、先生に尊敬をする。そういう子供たちの話をすると子供たちが気づくんですね。そのことを聞いた先生はね、お願いだから、保護者が来る日に授業してくださいと。お母さんたち、お父さんたちが一緒に聞いてくれます。その夜帰った夜はね、子供たちたちとのね、話し合いがすごく進んだっていうんですね。どんな話をするか。 アジアの子どもたちはねお弟の面倒を見るよ山へ行ってね獣を取るよ自分たちの、ね、滝源を自分で取ってくるよみんな仲良くやってんだよとそうするとそして子どもたちはじゃあ何か手伝いたいって言って余ったノートとか鉛筆をね寄付してくれたりしますそんな子どもたちの発展の段階を見て私はある提案をしました昔 アジアの子供たちと言ったとアジアの友達と言い出したんですね。じゃあ、この友達に対して、あなたたちの積極的な気持ちを何か形にしようと言って、子供たちだけのお金で作る学校を提案したんですね。これをワンコインスクール、500円、一人500円集めようと。で、子供たちだけの資金で学校を作りました。その代わりね、寄付するからお母ちゃん500円ちょうだいという、そういうお金は受け付けないよと。子供さんたちに、アジアの子供たちと同じように何かしなさいと。何か頑張りなさいと。 いや今日はお手伝いいいお手伝いをしたあるいは今日は思いやり後輩を面倒見たあるいは小さい子は毎日飲むジュースを今日我慢しただから宗ちゃんも我慢しなさいとかこれはねそういう頑張りカードを運動してですねこれまで我々は小学2日の小学校中学校なんかと一緒に学校を作ってきたんですねこれまで5校を作りました東日本大震災の時起こったことは 我々が作ったね学校の子供たちがねそれを聞いて募金してくれたんですね。一年のあのお小遣いがたった三十円の子が必死になってその十円持ってくるんですね。あるいはお金がない人は例えばニワトリ持ってきて先生様このニワトリ売ってね私はたまたま持って行った鯉のぼりにね子供たちにみんなで応援のメッセージ書いてって,ってねメッセージ書いて当時 ラオスもベトナムもあったんで10校の学校の子どもたちに応援のメッセージを書いてもらいましたそしてこれを福島県に届けましたそしたらね福島県いわき市の子どもたち中学生ちょうど1万人いるんですね彼らが「僕たちはあの時に世界中に世話になってたんだから自分たち何かやろう」って言ってねワンコインスクールをやったんですね。2013年 タイの山奥に中を作りましたこういう具合にですね、まさに交流事業は日本の子どもたちこそね、力になっている、勉強になっている。我々の学校建設はアジアの子どもたちのためでもあり、日本の子どもたちのためであるということを実感しています。我々のプロジェクトのね、ある意味じゃ完成形が、i f a s t タイルの完成形がこれです。私の夢としてはですね、この IFAST モデルをですね、 日本スタンダードにしたいなあっていうのが私の夢でありね早く300個作りたいなっていうのがもう一つの夢ですまあこんな活動してますとね昔聞いた母からの言葉を思い出しますまあ,あの震災の後まあ6人の子供を背負った我が家は貧乏でしたでもそういう貧乏な中ですね母親が近所の人を助けるのをよく見てたんですねある日我が家に来た物乞いのおばあちゃんにねお室の中に残ってた ご飯を全部おおにににぎりにしておばああちちゃんにあげちゃうんんげうですねで。私それ見てね母,ちゃんあの母に抗議するんですね「母ちゃんとうちだってこんなに貧乏なのにどうしてよその人助けるの?」って「僕だってお腹空いてるよ」と抗議しましたその時の母の言葉が私にとっては心の柱になっていますそれは善意とか思いやりっていうのは不思議な魔法の香水なんだと。 純粋な気持ち無欲な気持ちで人に振りかければ振りかけるほどその一部は自分にも振りかかってくるもんなんだよとそういう不思議な魔法の香水なんだよと今私はですねアジアの子どもたち日本の子どもたちを助けるもの助けながらねまさに感動喜びねとなって私のに目いっぱいその香水は振りかかっておりますこの香水をね、私は今後もね 大事,に大事にしながら日本の子どもたちのためアジアの子どもたちのために学校建設を進めていきたいと思いますし皆さんもです、ね、やっぱりどこかでね近くにいるお友達なんかにねこの魔法の香水をかけたらいかがでしょうかね、それを私としては望みながら少しは少しょしりすぎましたけどもね私のお話にさせていただきます。ありがとうございました